さんこんにちは。こんにちは。今日は、名古屋のジュエリーセレクトショップフーリゴシェドさんにお邪魔しています。11月の28日、そうですね、11月28日から12月は丸々1ヶ月ですね、はい、こちらでまたポップアップのイベントをやらせていただくので、それに先駆けてちょっと店長の林さんと、はい、対談をさせていただくことになりました。林さんよろしくお願いします。いえ、こちらこそよろしくお願いいたします。僕も今回で2回目ですけど、店頭で改めてご紹介できるのを楽しみにしながら、待ってましたし、ちょっとこうやってちゃんと改めてお話しできるのもすごく楽しみにしてました。はい、ありがとうございます。やっぱりクリエイター側としてはすごく取り扱っていただくお店として理想的だなと思う点がいくつもあってですね、やっぱり大きな企業で大量生産してるわけじゃないので、作り手はどっちかというと商品作ってるよりは作品作っている感覚があって、やっぱりそれを大切に扱ってもらえて、丁寧に紹介してもらえて、でかつちゃんと売り上げができるっていう、やっぱりその作る側としてはただ売ってほしい、ただ売り上げを大きく伸ばしてほしいっていうことが希望ではないので、その辺ですごく話を聞いてみたいなというのがありまして、お客様もそうですし同じような立場にいる方たちにもシェアしたいなと思いましてですね、今日、名古屋までやってまいりました。ありがとうございます。聞いてみたいと言っていたブランドを始めるきっかけっていうのが、はい、正直そんなに明確になかったんですよ。はいはい、そうなんですか。そう、明確にはなくて、ただ漠然とその会社員で働いてた時に、はい、海外仕入れがこうあったので、はいはい、宝石天然石をやりたかったというよりは海外仕入れの面白さとか、そのなんか魅力を知ってしまったという、でそれがそのやっぱり一つは旅に行けるわけじゃないですか、仕事といっても、で異文化に触れられてっていうのと、あとはやっぱり自分の目利きが毎度試されるので、自分が仕入れてきたものがすぐ売れていく、ある種は売れないとかっていうことがこう目に見えて見えるっていう、その面白さに気づいちゃって、だからそのジュエリーである必要はなかったんですけど、ただゆくゆく会社を辞めたら仕事として海外に行く、仕事として仕入れをする、はい、それに必要なものは何かっていうのが、語学力が最もだったんで、留学したっていうのがあったんで、ジュエリーブランドをやるとは思っていなかったんですよ。そうだったんですね。そうそうそう、なんか漠然と、自分のブランドをやるか、ブランドじゃなくてもいいんだけど、何かものづくりで事業をやるか、はい、やっぱアパレルで結局は働かなかったから、それでもやっぱ好きなブランドってあったので、ドリス・ワンノッテンかアレキサンダー・マックイーンで働いてみたかったんですよ。ああ、いいですね。そう、それでそこが2つ私の好きなブランドなんで、どんな職種でもいいから、とにかくその現場、そのメゾンの現場で働いてみて何かね、はい、感じられるものがとかって思ってたんだけど、アイルランドすごい居心地がいいんですよ、緑が多くてフレッシュエアで、でなんか思った時にそっちの情熱が少しこう減ってきてっていうタイミングで、ジュエリーショップの、で働けることになって、お手伝いとしてお店を拡大して、クリスマス前で喉から手が出るほど人が欲しい、はい、そういうタイミングで、そういうタイミングで、でこっちとしてはただアイルランドで何か自分でこう作るための天然石とか買える場所ってどこですかって聞きに行っただけだったんですよ。はいはい、でもそこのお店が使っているのが、天然石とかスワロスキーとか、あとゴールドフィールドという資材で、その辺は全部自分がもともといた会社の商材だったので品番まで分かってたっていう、あ、そういうことですね。そうそうそう、もう裏の方まで、そう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 、そうするとその人からしてみれば、よく You are the savior って言われてたんですけど、救世主だって言われてて、そういうことです、基礎知識があるあって、でかつ作れるみたいな、はい、でできない部分は工学だけ、で彼女も自分で一人でやってきた人だから、やっぱり同じような境遇ですごく応援したくって、なんかそれであれよあれよとなんか形になっちゃったみたいな、そういう、そういうそうそう、僕の場合は多分もともと興味が
あったので、まあいわゆるあのこう個人でやられてるお店とかはよく回ってましたし、で、なんか特別誰とかっていうあの、まあ、アーティストとかっていうのを掘り下げたりは割と全然しないんですけど、そういうの見に行くのが割と好きで、まあ、行ったりとかしてたっていうのもありましたし、あとお店始めてよく行ってた古着屋さん の, あのオーナーさんに、まあ、いいお店作るのってどうしたらいいですかねみたいな話をしたら、もうとりあえず見に行って聞きに行って、もうとりあえず何でも話しに行くしかないよみたいな、うん、そういうことを言われて、まあ、やっぱりそういうふうに、まあ、多分それがよく言うインプットアウトプットみたいな話だと思うんですけど、まあ、やっぱりあのどれだけいろいろ見に行けるかとか、まあ、そういう人と触れ合えるとかに尽きるなっていうのは思ってるので、まあ、意図的に、うん、まあ、出たりとか買いに行ったりっていうのはよくしてましたね。やっぱなんかこのお店がこのなんていうのかな、このこだわりが感じられるよね、このお店がこのスペースが、うん、そういうお店が私の好きだから、うん、そういうところに置いてもらえるのは嬉しいよね。僕も、まあ、紹介する側とかで言うとなんですけど、なんせデザイナーさんとかって、まあ、そのお客さんと、まあ、今は多分会う機会が、まあ、そのコロナ禍は抜きにしてなんですけど、うん、まあ、直接催事を多分ほんと数年前と比べるとすごくやる機会が多い。ここであ、ここだって、まあ、そのブランドさん、例えば百貨店だったりギャラリー使ってブランドさんがお客さんと会う機会っていうのが多分すごく、まあ、多い時代だとは思うんですよ、ね、うん、ただその前までは多分その商品とお客さんをつなぐのはこういうお店のスタッフだったなっていうのはずっと思っていて、で、まあ、そうするとやっぱりなんかセレクトするブランドとかも、まあ、さっきのあれないですけど、結局なんていうんですかね、まあ、自分が好きなものっていうのもあったりはしますし、でもやっぱり売れないといけないとかっていう、そうですね、葛藤はやっぱりすごいありましたね今。でもやっぱりね、うん、そのなんか預ける側もこのお店でこの地域だとこういうのが売れそうみたいなのはあるんですけど、うん、フーリゴシェドさんに納めるっていうのはイコール林さんが好きなものっていう私の中の基準がある、うん、でもやっぱ それでこそそのスタッフさんがあの力を入れて売ってくれるじゃないですか、うん、まあ、それは使いますね、はい、そうそうそう、自然と自然とそうなっちゃうじゃないですか、うん、なんかね、石を選ぶ基準は何ですかって聞くと、私は自分が惹かれたものを選ぶっていうのが基準なんで、うんうん、それが別にこう宝石の基準の中で質が悪いだろうがよかろうがあまり関係なくて、うんうん、それがその自分のブランドの顔を作っていくって分かっているから、うん、常にそれはそう思ってやってるんですけど、はい、多分自分がジュエリー売るんだったら必要だからってそれこそ必要に迫られて始めたんですけど、またなんか写真って要はフレーミングするじゃないですか。そうですね。だから時間と空間を切り取るじゃないですか。やっぱり今なんか動画の方が見やすいし、動画需要がすごい多いから分かりやすいっていう意味では動画使うけど、でもやっぱり人の印象に残るのって結局動画の中でも10年後に覚えてるもんって、その動画の中のどっかの絵一枚っていうか、その写真の良さっていうのは一瞬を切り取ることによって急にダイナミックになってドラマティックになってすごいインパクトが強くなること、でそれを動画で見てても印象には残らないっていうのはすごい印象に残ってて、それなんかまさにジュエリー撮影してても同じことで、特にね、今売ってるそのガーデンコーツにコーツになってるものとかって、うんうんうん、普通にこうやって見るよりも絶対バチって撮った方がすごい印象が強いんですよ、ね、それでそういう方法で見せるみたいな、うん、でそれ結構石選びも似てて、私が好きなインクルージョンが入ってるものとかアート性があるものって結局は石原石の中でどこをフレーミングするかなって、うんうんうん、石取りをどこで撮るか、はい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 、だから1つ何かインクルがあった時にそれをセンターで撮るかオフセンターで撮るか、どういう風にアウトラインを撮るかっていうので全く違う絵に見えるじゃないですか。そうですね、確かに。そう、なんかそれがすごく似ているから、結局はなんかそういう風になんか絵を額装するような感じとか
って石選んでるなって、うんうんうん、その自分が言ってるアート性って何ぞやとかってちょっと思ったんだけど、うんうん、なんかそこに通じるなって。でそうすると例えば覆輪にしましたとか、うんまあ、なんか爪止めましたってなると最終的にそのようなんか額装しているような気分、うんうん、そうですよね。そうなんか絵を選んでるみたいな気分、うんうん、でもなんかでもやっぱりその勉強してでこう習得できるのって結局スキルに過ぎないんで、うんうん、誰でも同じことできるじゃないですか、うんうん、でそこの部分でもセンスだけで仕事しようと思うとやっぱり限界があって、ね、でそのなんかセンスとスキルを両方持たなきゃいけないっていう、うん、そのなんか必要性を最近ひしひしと感じて、あのなんかスキルの方はね、勉強すれば誰でもできるから、そういう人たちと同じ仕事ができても自分には意味がないんだけど、うん、でもセンスだけではまずいなっていう、うん、あとねセンスの部分はあの習得するっていうか得られるのにすごく時間かかる。そんな 2,3 年やってセンスが磨かれるっていうものはなくて、うん、やっぱり蓄積されていくものがあって、スキルはやっぱりやればやるだけ、あの資格試験を頑張るみたいなのと一緒でやればやるだけできるから、うん、そこの時間軸も違うからね、うん、私はどっちかというとあのニーズがあるものを買うってことはしたくなくって、はい、あのニーズは作るものだっていうあのスティーブ・ジョブズの言葉が大好きなんですけど、うん、だからその世の中でこういう石が出てきてるから流行っているからこれを買おうみたいなことはしない、うん、で逆に言うと世の中に出てないものを探してきて欲しいと思わせるのが仕事だと思ってるんで、うん、そういう感覚はないんですけど、そこにあの売れるものを買えっていうこういうこの現実的なのがあってどうにか運営できているという、あ、そういうことですね。そうそうそう、学生でいうと僕もともとあの工業系なんですよ。ああそう言ってました。そうで、なんで結果的になんかその貴金属じゃないんですけど、あのそういう、まあ、加工することに対しては多分割と、まあ、それこそ鋳造とかもやってたんで結構知識というかあの肌感が合うんで、作家さんとか の, そのジュエリーに対する話が多分作家さんからすると、まあ、ある程度も話飛ばしてすぐ分かるみたいなっていうのもあったんで、あ、なんかすごく合うし、やっぱりその自分がその洋服とか買ってた中でも、まあ、何が好きだったとかっていうとデザインもありますけど、やっぱそこのお店のその人から買うっていうのが好きだったんで、じゃあそうするときに今回であればやっぱりその森さんと会って話したことでより僕の中で森さんが作るジュエリーが魅力的になって、会って話すことで僕はそれを、まあ、自分なりに解釈して自分の言葉に置き換えますけど、それをお客さんに話して、さもお客さんが直接本人からまあ買ってるとまで言わないですけど、でなんかそういう風に、あ、なんかすごい楽しい話聞けたみたいな、それでこれ身につけたらすごい楽しいなみたいな感じで今は続けてるって感じですね。ここで、はい、で、まあ、今に至るのはですけど、うん、いいこと聞きましたね。じゃあ林さん、今日短い間でしたが対談いかがでしたか？あ、はい、そうですね、まだ本当に改めて、うん、萌実さんとそのお会いしてお話しするのが多分ちゃんとお話するのって今回むしろ初めてぐらい。そうですね、この間は初めましてだった。そうですね、まあ言うと商談みたいな感じでお越しいただいて、うん、まあ、それこそそのお互いのそういう、まあ、業界に対して思ってることっていうよりは、まあ、現実的に取引の話ばかりだったので。そうですね、そうむしろなんかその、まあ、今日初めて同い年とかが分かったりとか来年年女だぞ、そうそう、そういうのが分かったりとかなんで、うん、まあ、やっぱり僕はあの、まあ、作家さんと仲良くなることでよりそれの、まあ、作ってらっしゃるものの良さを理解できたりとか、お客さんに対してお話できたりっていうのもあると思ってますし、まあ、業界に対してその思ってることっていうのがなんか共有できたりとか、そういうのではすごくいい機会をいただけたなと思ってます。ただ僕自身がもともと個人で言うと僕も結構 YouTube とかはその否定とかで苦手派なんで出るのかと思いながらちょっと今日は迎えました。ありがとうございます。ありがとうございました。